皆さん、こんにちは、マーティン。ダーナミヤクーバー、キングトクです。まず、子供が夢中になる道徳の楽しみ。やはり、授業の3つの工程、ネタ、そして資料の加工、教材への加工、いろいろ移行することが、はい、道徳へのスタートです。まあ、知ってくれおくべき弁、形が何が必要か大事です。あとは質問とかも、はい。まあ、そうですね。見出しを使って本を読むのも、これが道徳の基本です。はい。写真、映像の資料を見れば、本当に、わかります。大体。 始まりから終わりまでね、いいネタで読む。あとはお願いの作戦。まあ、企業の、はい。まあ、あとは子供の予想ですね。はい。いろいろ導入性、どうやって導入するか。あとは問いかけ、つかみ。あとは順序。そして、優しさ。感謝の気持ちと思いやりそして、あとは卒業文集でも読めば本当にうまくいくはずです。あとは復活の道。はい。あとは再現。 あとは歌での感謝、余韻を残すことも大事です。はい。というわけで、子供たちに道徳の克服法でした。はい、バイバイ。